ゲイリー・マッキノンゲイリー・マッキノンはイギリス人の男性クラッカー、犯罪者。2002年、米国の政府関連のコンピュータシステムにセキュリティの欠陥を発見し、侵入。その後、不正アクセスを数年間にわたって続け、クラック行為を行ったとされるコンピュータ犯罪者。地球に墜落した UFO からのリバースエンジニアリングで、あるフリーエネルギーの存在や NASA の UFO 観測データでつ造工作とそれを支持していたで、あろう、米国政府の国家的隠蔽行為を白日のもとに晒したとして、彼を英雄使用する論者も存在する。しかし、これらの陰謀論はゲイリーが罪を逃れるための嘘で、あるとの批判的な論調も多数ある。米国政府は、ゲイリーの身柄引き渡しを英国に要求。2008年10月、 当時のジャッキー・スミス A 内相はゲイリーの米国への引き渡しを命じる決定を下した。これに対し弁護団は被告がアスペルガー症候群であると主張、英国同法院にこの決定を取り消すよう求めていた。ゲイリーの母親ジャニス・シャープはこの判決にとても悲しい。人の人生をこんな風に踏みにじることが正しいとする法律は誤った法律だと。 英国自閉症協会は、公共法院の決定に非常に失望しているとの声明を発表し、アスペルガー症候群である人を相関すべきではないという考えを表明した。結局、ジャニスや弁護団の構想、英国自閉症協会の抗議によって、 判決は覆り、2019年現在も、米国への引き渡しは拒否されたままとなっており、一方のゲリーは支援者の庇護のもと、現在も定期的にクラッキングで得た情報の暴露を続けている。ありがとうございます。